大晦日にはガキ使を見ながら紅白を録画していますけど、両番組のどのコーナーで盛り上がったのかをツイッターより集計したという興味をそそる記事がありました。 Jキャストニュースより、まずは NHK 紅白歌合戦から。ツイッターが最初の盛り上がりを見せたのは19時52分頃。このタイミングは日向坂46、桜坂46の坂道リレーのステージが終わった直後で、日向坂46は可愛すぎたし、桜坂46はかっこよすぎたといったツイートが相次いだ。続いてはストーンズのステージが終了した直後の20時5分頃に、大きな山が、ストーンズ最高にかっこよかったよといった投稿でタイムラインは加速した。そして最大級の波が来たのは21時38分頃。今まで素顔を明かさず活動してきたバンドグリーンがまさかの顔出しかと思いきや、アバターを使ったバーチャル出演というサプライズの瞬間だ。グリーン本人かと思った、びっくりした、さすがにバーチャルか、でもすごすぎといった書き込みが殺到し、視聴者の衝撃を物語った。その後この日で活動を休止する嵐のステージが終わった21時54分に次の盛り上がりが発生し、最後は番組終了の23時44分に、マジで今年の紅白は全員が優勝です、とても良き紅白でした、お疲れ様でしたといったねぎらいの言葉で投稿数が急増し締めくくりとなった。グラフを見ると前半、中盤、そしてラストと要所要所に盛り上がりのポイントがある、バランスの良さがうかがえる。一方ガキ使はどうだったか。番組が始まって約1時間の19時24分、いきなり最大級の盛り上がりが起きたのは、女優菅野美穂さんが毒舌の連発に続きまさかのホホホイダンスまで決めてしまった直後だ。菅野美穂さん何でもやるやん、面白すぎる、腹よじれるほど笑った。去年の天海祐希といい、菅野美穂といい、初っ端の女優の本気がすごいといったツイートが殺到した。さらにその直後には新しい地図の稲垣吾郎さんが2019年に続き現れ、股間から稲垣さんの顔を模したギミックを登場させてみせた。この19時40分頃には稲垣の稲垣、無駄なところ技術すごいなど、菅野さんのシーンに勝るとも劣らない勢いでツイートが。20時代前半にはアニメカイジとコラボしてお決まりのココリコ田中直樹さんへのタイキックの流れが、カイジならぬタイジを名乗ってタイキックの人が登場した20時7分。そして紆余曲折の末に結局田中さんがタイキックを食らった20時20分には今年も決まったなぁなどと歓声が上がった。ただその後特にクイズ企画が放送された21時台は目に見えて投稿が低調に。自民党の石破茂元幹事長がオーディション番組の審査員としてなぜか登場し、さらに大御所の武田鉄矢さんと漫画久子さんが香水のステージを行った23時0分頃には久々の波が訪れたが、総じて後半はツイッターの熱はやや冷め気味のまま番組終了を迎えた。はい、というわけです。年が明けてから録画した紅白を流し見してましたけど、確かにグリーンのところは割とじっくり見てしまいました。画面向かって右の人のアバター感がすごかったですが、関係者によるとかなり似てるみたいですね。ネットを漁ると、いやあれは昔あったグリーンの映画の俳優に寄せていて本人には似てないなんて記事もありましたけど、俳優さんたちにもそこまで似てなかったし、司会として働く関係で本人と特定しづらいレベルで絶妙に似せているってところなのかな。あそこが確かに一番気になるシーンでしたね。あと個人的には星野源さんのバックバンドとしてハマちゃんの息子岡本図の浜岡本さんがベースを弾いてるのを見て、浜だけ年末大活躍だなって思いました。今年の紅白は無観客だったので逆に全体的にしっかりと見せる演出が多かったように思います。そこが良かったですよね。
ガキの方は、確かに後半グダグダでしたよね。最後もあまり盛り上がりませんでしたし。多分、コロナの影響でロケができなかったのかな。ラスベガスという設定もコロナでロケできない対策での過去映像クイズありきで決まったのかもしれないですね。今年で打ち切りにならないか、ちょっと心配になりました。コロナが収束して、例年のような構成にできればいいと思いますけどね。今回はこの辺で。チャンネル登録してくれると嬉しいです。また、別の動画でお会いしましょう。